ウェイン・ W ・ダイヤーは、アメリカ合衆国の著作家。1940年5月10日、ミシガン州デトロイトに生まれ、孤児院で育つ。2015年8月29日に、心臓発作で死去。デンビー高校卒業後、ウェイン州立大学で博士号を取得、心理学博士。ニューヨークのセント・ジョーンズ大学准教授を経て、執筆、講演活動に入る。 全米のラジオテレビなどにも出演、講演を行っている。マズローの自己実現をさらに発展させ、個人の生き方重視の意識革命を提唱している人物であり、新個人主義の機種として知られる。著作に、自分の時代、知的独立の生涯構想、自分の価値を高める力、頭のいい人はシンプルに生きるなどがある。幼い時は、孤児院で育った。若い頃、 社会的な出世を求めて、ひたすら自分の地位を上げることに奔走した。しかし、哲学の世界から霊的世界への目覚めを体験し、以降、出世欲はなくなり、霊的世界を重視する生き方を提唱するようになった。霊的世界は私たちの源であり、そこからすべてが生まれていること、神と共に生きることの重要性を主張している。ありがとうございます。